こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。桜爆心王、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。アイルトントランプ前に行きそうです。ノーコネクション、それに続いています。さらにはジョージマック、4番セイオリーブ、その後ろ先頭に戻りましょう。ノーコネクション先手を取りました。10番桜爆心王、2番手を追走しています。その外からアフターソネット、その隣にフレッシュエリート、桜爆心王早くも先頭。ノーコネクションほとんど差がありません。アフターソネット3番手、さあ桜爆心王このまま逃げ切れるでしょうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。桜爆心王先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はブライトアピール。残り 200m、 桜爆心王先頭だ。残り 100m、 桜爆心王粘る、カリスマフライト迫る、桜爆心王、桜爆心王1着、2着にはどうやらカリスマフライト、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。桜爆心王、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭はヒダカウルフ、ヒダカウルフ先頭、2番手はヒダカウルフ、ヒダカウルフ、さあ手応えはどうか。さあクワチイメージ、一気に来た。あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。アドマイヤサーベル粘る、一気にクワチイメージ、クワチイメージ、クワチイメージ、1着、2着にはどうやら当選ポジティブ、1番人気に応えました。クワチイメージ、見事です。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭はビルフォードスルー、東マジョルカ先頭、2番手はビルフォードスルー、追いすがる、やはり東マジョルカ先頭だ。残り 200m、 東マジョルカ先頭だ。リードは2馬身、このまま押し切れるか。東マジョルカ2番手はウィルビーブルック、東マジョルカ1着、東マジョルカ完勝、東マジョルカ1着、2着はウィルビーブルック、東マジョルカ見事な勝利です。Thank you.
京都競馬場三歳牝馬による最後の大レース。夏を経てその再起に磨きをかけた乙女たちが集いました。 G1 秋華賞いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のアドラーブル、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。シャインモントレール好スタート、綺麗なスタートを切りました。竹のベルベット前に行きそうです。シャインモントレール、それに続いています。さらにはセントサイクロン、3番プリマエッジ、その後ろ後方に控えたのがメジロウェーブ。この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。一番人気のアドラーブル現在馬群の中ほどにつけています。スパークフィス前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方からアイノジョイナー先手を取りました。並んで3番プリマエッジ、オンクラシップ、この馬もこのグループすぐ隣にセントサイクロン、その外から竹のベルベット、緑の帽子サクセスキャロット、その後ろスパークフィス、そのうちに続いていますピンクの帽子アドラーブル、いい位置につけました。 1000m を通過、少々ハイペースというところですが先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はアイノジョイナー、セントサイクロン、ほとんど差がありません。オンクラシップ3番手、大外からピンクの帽子アドラーブル伸びてきた。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はオンクラシップ、内からはアイノジョイナー、その外からはシャインモントレー。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭は竹のベルベットアドラーブル、先頭あと 200m、 アドラーブル先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手は三栄三九、アドラーブル1着、アドラーブル完勝、アドラーブル1着、2着は三栄三九、これが世界を制した実力だ。アドラーブル